漏れないとこだから、はい、今日はこの2人と行きますよと亮君とは、うん、2週連続、うん、みんな下の廊下です。準備をします。立山の小山も雪です、ね、いやー旧日田歩道を行きます。まだりょうちゃん、行って。うん、行っていいですよ。蔵之介の分岐に9時に来ました。よし、これからいよいよ島の廊下です。日が当たってるんだけどな、ここ滑りそう。よし、これが蔵之介の、こうなってくる自分の方、すごいね。
なんでちょっとわかんない。すごい滝があった。新越沢合流点。クローブダム駅僕たち1000人だ。98、欅平、23キロ、まだまだです。ずっとさんです。ここ渡って、ここ側に行くんですが、よいしょ、よいし透明です。
ここ変わるぞ。この道、この階段は、ここが壊れちゃったんですね。それでそれを巻くために作られたんです。あ、頑張った。やったじゃん。よし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 。傾斜が、きついんで荷物が引っかかります。気をつけて行かないと。しかし、すごいな。1時間以上こういう道が今続いています。時間かな、もう今11時半なんですけど、11時35分、3時間半、よいしょ。
今通ってきたところが白雲峡でした。このここに白雲峡って書いてあります。多分あの一帯が白雲峡だったと思います。仙人ダムの 7.3 キロまで7キロありますよ。白雲峡過ぎてなだらかな道を行くようになります。仙人峡、仙人台、早く来いと、その前に十字峡が、黒部川です。それでこの左にあるのがこれが剣沢です。それでこちらが何だっけな、もう一つの正面から来る沢です。
まだまだずっと向こうの先まで続きます。半月橋です。仙人ダム 2.7 キロ。半月橋の橋です。S 字橋です。仙人ダム 2.3 キロです。それで、ここから見る高度感がたっぷりあります。今、後ろから後続。団体さんが来てます。この岩一枚岩ですよ。一枚岩でそれでいて上までつながってて、わー、第四発電所の見えた先で一気につづら折りで河原の方へ下っていきます。この下りかなり、急に、こんな下る箇所があったんだ。危ない。滑る。下だ。鉄塔の真下へ、下へ下っていくんだ。空いてるわけです。うん。一応、はい、仙人ダムです。めちゃくちゃ綺麗。なんかすごいな。すごい大きい滝です。あれ。それで、この隧道を抜けていくんだ。そういうことか。あ、分かった分かった。はい、この隧道行きます。電車が通る、電車が通ります。で、こちら側が麻生原行く道、こっち側が電車が来る道です。なる道で、ここが日蓮歩道の入り口なんですね。それで、これか、あっちに行った。天満は
探しに来たけどな、やれやれだな。